はい、今日はどこの川に行ったっけ？いや、来たっけ？渓谷川に行きました。はい、人が賑やかで、この川に行くって計画立ってたのだよ。あ、リンコちゃんのお母さん。あ、聞いてみようか。どうしてそこが気に入ったんか。水の中にはどんな生き物がいるんだろう。網持ってるから生き物がいることに間違いない。カニもいたらいいけどね。どんな生き物がおるか楽しい、ワクワクした。だからこれ電話が鳴ってる。してるから。あっちからになってるみたい。それに涼しい。比べて涼しい。あ、石が階段になってるね。
先に階段がなかったら、あ、大丈夫大丈夫。顔見知りな、ね、友人がいません。お母ちゃん、うちの母の。熱いやん。お名前は内緒にしますけど。れんこちゃん、あれ変だね。いつもだったらもう電話で聞くしかないね。あとね、さっき言ったのが、ここは 1000m って書いてあるじゃん。これがあと 550m っていうところにいるって言ってたら、それが何これぐらいかな。がー、もうこっちだって 35% の電気まで使ってるんですよ。早く着いて撮影したいんだ。どれぐらい？もうそう、ずっと奥に行ってるやん。なんで森の中歩いちゃいけないの？って言っても、今タクトは一人じゃなくて、二人で今歩いてますからね。それにしても150
500m 早く出てくるかな。もう電池が切りかかってるんだ。まあ、もう。29%。どれぐらいまであるんだろう。もう何時間も歩いてるし。あと何キロ？どうせコンパスって、コンパスアプリ持ってないしね。生き物探しに夢中みたい。うん、いいね。さっきさ、当たったさ、魚みたいなものをさ、虫かごに入れているさ、おじさん見たよ。多分この先でね。
ょっとさ、川の穴、川の浅い穴にさ、落ちてちょっとびっくりしちゃっただけ。何の怪我もないよ。それにしても早く。20%。つまり、
の電池が 3%。何か話してるみたい。こんなにいっぱいいるんか。気持ちいいね。ね、気持ちいい。ここね。ここね。大きいよね。ニコちゃんは？いやいや。ね、ここで。ところで。ところで。ニコちゃん？うん。ニコちゃん。前の前に持ったよ。あ、よく止まった。森の神みたいな。ガーガーやっと顔合ってないじゃん。あ、じゃあほら、先あの行ってリンコちゃん探し行こうか。うん。おお、ね。リンコちゃん、ユーゴく戻ってきて。そういうんだったらいいけど。あ、いいです。大きくなったね。大きくなったよね。大きくなったよね。
さっき僕らだね、うん、もう母ちゃんの背と比べたらどうなるかというと、見ててみんな、緊張してるの。ちょっと超えてる。ちょっとさ、リンコがね、ハクにね、久しぶり会うけんドキドキするって言ったと。うん、だって最初からさ、久しぶり会うけんドキドキやね。これ水着を着た子は誰かなってちょっとさ、持ってた。待って、どっちだった。気持ちが悪い。
けちょっと気になった。ちょっと気になっただけ。いや、生き物を見てないから。ちょっと座って待っとこ。じゃあタッドが見たのはさ、あれは幻覚？それか魚の幽霊？どっちなんだろう。でもよしのぼりとかカニとかいないのか？
ってきた水が。日が当たらない日陰のところにの水。気持ちいい。
森ぐらいだからトカゲとかも出てきてほしいね。あ、トカゲね、そうね、さっきの好きなトカゲも出てきてほしいね。いや、なんかエビがおった。やったー、エビみたいな。ねえねえ、だってさっきエビ捕まえ、いや、エビ見つけた。嘘、おった。捕まえられんかった。捕まえようとしたら逃げられたけど、手づかみ早いもんね、キュンって。やばいもんやん。
やっばやっべえな。
だ。急に霧のように消えたのとビクビクしました。ちゃんと声かけてから行くよ。いやー、それにしてもいい、気持ちいいね。川を冷たく歩けるし。じゃあ履き替えただけ。そっか。だっていろいろ水にかかったもん。すべて水に濡れたり、深い水かさで2回やって、でもエビを見つけた。赤のエビを見つけたのが今日一番の発見だね。
必死に悩む。逃げられちゃって。早いよね。エビは。エビちっちゃいの？ちっちゃいの見つけた？あらしい。なんかこうしてしよった。もう、こうやっても全然何も。でさ、こうやってカメラを近づけてさ、うん、なんか捕まえ、いや、撮ったんだよ。うん、きっと映像にもエビが映ってるはずだから。次の目的地へと出発しましょう。豆しば可愛いよね。お母ちゃん見たら可愛い可愛いって言う。
ちょっと腕が痛んだら、痛かっただけ。腕の中がね。ちょっと滑っちゃった。頭が逃げてもいい。そんなの。今から頭逃げてもいいな。
ちにいつの間に行ってたか。